しまえば通用しないのは1本目ではっきりした。レインバトルで 3VF は鬼門だな。消耗戦になれば扱いにくいフォーマードライバーを手放せる。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。ちょっと不安だよな、この2本目は。手の内を晒した後だったしな。大丈夫かな。それは向こうだって同じだよ。プロジェクト D のドライバー、どれだけ順応性が高か、ホームコースの俺たちの方が有利だ、違いない。それでも一敗一分けは厳しいから、田園都市線は車の性能差だけでは勝負しにくいコースだ。プロジェクト D 相手でも十分に勝算があることは一本目ではっきりした。ましてやこの雨、いくら 3DF でも MT 比の低い大出力電動機にとっちゃ優しくないか。さすがについてくる。無理でねえから、どんだけ粘着しなければパワーの半分も使えてねえから。 3VF のメリットがウェイクポイントになって足を引っ張り上がる。こっちの手の内は1本目で丸裸。小手先の駆け引きは通用しない。いけるときはガンガン攻めるぜ。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不意なんだけどな。雨だとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。ケイスケの集中力がどこまで持つか。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターすることにはいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうさ。プレッシャーのかかる実戦の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよな、ケイスケが。同じ通勤型車両だが重量変電動変考えてもらう。やっと出てきたな。隅っこに隠れてるのはお前には手合わない。ヒルクライムはすごいバトルになってる。ダウンヒルバトルに突入してるか。がっぷりと四つに組んで1と1のエスカレート。ワットはよく勝ち負けは込めた。これだけのバトルを演出できる。ここは満足。相手はプロジェクト D だから。本当にすごいよね、二人とも。でも A の部品勝つのは絶対ダーリン。ダーリンは天才だもん。何にハマってんのか分かりやすすぎます。あいつの発電機は2両編成80日3軸に主電動機を積んだ 3M5 3VF ステージは細かなトルクステージに加えて高い粘着性能を発揮するが、メルタレールでは低い MT 比の大出力をかけられない。だが俺の 8.500 回にはそれがない。 D 車2両の M 車に変えた10両全電動車編成は私の最大のメリットは、どんな状況でも陸を押し入れすれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込む。対地直下制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。ポイントでしっかり仕掛けてやろう。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもご期待にお応えしねえとな。ウィーブン早く出た。凌介、ケースは大丈夫かな。凌介さん、こんなこともあろうか密かに。さあ来い。10年越しの日が今、凌介さん、実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。これが限界になればモチベーションの勝負だ。メンテや改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん育ちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。
インドに努力したやつが勝ったこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぞ。だから雨でどこまで揺れ揺れになっちゃうんだ。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあって、まともにやり合うことはもんだ。8500の動きがさっきから少しずつ怪しくなってきて、向こうも疲れてる。そろそろこっちからアクション起こしてみっか。目いっぱいプレッシャーかけて揺さぶってやる。二人ともかなり疲れてきてる。そうだと思うけど、ドライバーは集中してるから疲れてることに気がつかないもんだけど、一発勝負にピークを合わせて集中力が高めた。予定外の目はかなりきついです。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。疲れてるのが分かるようだ。もう集中力切れ始めてるってことだから、決着つくはいけないと思います。えらく煽られてる気がするぜ。なぜか疲れで俺のペースが落ちてる。落ちた。まずいよな。もっと突っ込んでかねえと。人間の集中力はそう長く続くもんじゃないらしい。ギリギリまで張り詰めていたが、30分くらいが限界だと思う。雨で視界が悪いし、レールを滑る。一瞬も気が抜けないから。集中力が切れたら、具体的にどうなるか。まず判断力で、反応が遅れ、ちょっとしたことがストレスになる。二つのことも同時にこなすなら、終わるときは明らかに。ダン、負けないです。今日見境を失ってきた。にしても、この都合の血は汗に出してきた。やるな。あんなところに電車クルッキー落ちないくん東急5000系が。いくら、そっちじゃない。いや、落ちないようになってるんだけど、向きを変えるんだ。ああ、やろう。何やってんだバカ。ダメだ、そっちはダメだ。ああ。